はい、皆さんこんにちは。今回もエイペックスレジェンズ、山崎くんと純平くんとやっていきたいと思います。どこでもいいよ。俺はもうマップがわかんないから任せる。動向やめてみた、動向やめてみた、動向やめたけど落ちるとこは結局一緒。これあれやな、あのフォートナイトみたいにゆっくり降りんからいいな。ストーンと降りてくれるのはいいわ。あのフォートナイトのゆるーく降りるの俺嫌なんよな、なんか遅いから。うわぁ、ハンドガンいらねぇ。山崎マン山崎マン、無敵のハンドガン山崎マン。無敵のハンドガンの山崎マン。それは知ってます、うん、だって俺山崎君とも何回かやっとるもんな。結構教えてもらった、山崎大先生に教えてもらった。ちょうだい嘘だよ。何、あ、ごめんなさい、くしゃみ出た。山崎マン、山崎くんスーパーマンな。じゃあ山崎くんのことスーパーマンとして崇めるわ。あ、とりあえず移動しなくていいね。やった、こっちにサプライボックスだ。 R99 を発見。こいつは俺の見に早い。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーよ、背後に気をつけて。ヘビーアモを発見。ありがとう。力になれて嬉しいよ。見て。違う。威嚇射撃。威嚇射撃してみた。やった、次のリング内よ。こっちにいいものがある。ヘビーアモを発見。今のは取り消して。山ちゃんアーマー、なんかあのマップ見たときになんか水色のなんか輪っかがモワモワモワってなっとるのって何？ああ、サホちゃんからの贈り物か。
ボールペンと消しゴムやろ。ボールペンと消しゴムやろ。あのボールペンもなんか1回か2回でもうあのインクが出なくなるやつやろ。そうそうそう、100円ショップのボールペンも当たりと外れがある。え、もう残り14しかおらんのや。ああ、人間は30、40人ぐらいいるんか。ピースキーパーを発見。新しいキルリーダーが発生しました。新しいキルリーダーがアクティブだね。こっちにサプライボックスだ。このエリアに敵がいたみたい。嘘です、やってみた。いや、なんか指示みたいなのがあるんだなと思って。いや、というか俺の場合も本当にいたら口で言う。多分指示出すよりも口で言った方が早い、俺の場合。おい、早くリングに入るんだ。報告、サプライシップが接近中。おお、やるじゃねえか。あ、でもなんか銃声が今聞こえた。うん、マジで聞こえた。で、純平くんすげえ離れとるやん。で、そっち行かんと。これ大丈夫か？お待ちかね。ジップラインの時間だよ。ジップラインの時間だよ。え、いる？チャンピオン撃破。まだまだ上げるぞ。やられたー。いける？ 3 人おるよ。全滅終了。でもまあ、でもまあ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 24だけダメージ与えたね。まあ悪くはなかった。良くもなかったけど、良くもないけど悪くもなかった。